今日はこちらを使っていきます。おはようございます。うわすごい風。今日はね、後ろにもいると思うんですけども、紫スポーツのスタッフさんでありハルボーに来てもらいました。こんにちは、よろしくお願いします。もうハルボーはね、何回も出てくれたんやけど、もう言うまでもなくサーフィン始める頃ぐらいからの友達ですから。でも年の差は10個ぐらいありますからね。今日はね、波がちっちゃいということでプレセボ RNR 今大人気でね、これ入荷したっていうことで紫スポーツさんにも今なら在庫があるんだよね。ありがとうございます。だからこう小波の時に一般サーファーが乗ったら、まあプロサーファーが乗ったら乗れて当たり前じゃん、ね、いつも綺麗に乗ってますからね。ということで今回は一般サーファーさん、ハルボーは初めてですと乗るんですよ。初めてじゃないかな、一回の試乗会で乗らせてもらったことある。あれなる、滑り出しが早くて乗りやすい印象でした。今どうなの、在庫あるんですか？在庫あります。でオンラインストアからのなんか取り寄せみたいなのができるんで。あーらしいね。そうそうそう、なんか気になった人は一回オンラインストア見てみるの。まああれはお店はあの一宮のあ、そうですね、シークエンスさんだね、はい、自分が働いてるシークエンスサーフストアでも。で別にあれだ、もしなくてもあのよその店からシークエンスさんで受け取れるってことで。あ、そうです、そうです。それがいいよね、オンラインでやると。やっぱ今ね、手に取ってさすがに見たいと思う。そうだね、今はなら在庫があるんだ。あります。なんぼ、何、60もある？60も確かまだあるとは思うんですけど、まあで人気のサイズはすぐ売れちゃうからさ、ね、早めに問い合わせですね、まあ、ぜひ。ハルボーはね、スタッフさんの中でも特にサーフィンやっとるというか好きな方なんで知識も多めなんで、ぜひな、はい、先週はもう7日間に入ってマジ？おおすげえ。毎日走行。結構久しぶりやったね。マジ？毎日やった。マジ？でスタッフさん的にこれ持った感じどうですか？普段はショートなんやけど、ハルボーは。そうですね。結構普段よりめっちゃデカめに乗ってるんですよ。いきなりこれデカいと思うんやけど、ちょっとまあ多分分回すとか無理と思うんで、うん、まあ今日は波もちっちゃいし、ちょっとオプションは強いんで、はい、やっぱあの。スーッとスムーズに乗れたらいいかなと思います。そうですね、結構波厳しくて結構ヤバめなんで、サイズ、うん、ほんと、しかも立った瞬間ドカンみたいな波やから、どっちかというとねこのボード浮力のありすぎるボードむずいと思うんやけど、どんな感じで乗れるのか見たいっすね。まあでも昔さ、ロングボードやっとったから浮力あるやつに乗れんことはないでしょ。乗れんことはないと思いますけど ね、まあでもやっぱこういう板の方が大きなターンの練習になるんで。そうだね、はい、楽しめると思います。まあ54からあるからさ、体重によって全然54から68まであるでしょ。今回は幅広い60ですね。39リッター、一番真ん中でね売れ筋だと思うんですけど、もう一個下の58もいいなと俺思うんだよね。その辺がパドルできる人だったら。そうだね、まあそんな感じでできるようになってきてるから、はい。もう今日は嵐よりプレセボの方集中して撮ってきますか。行きましょう。行きます。はい、行きました。 RNR60 で嵐がね、ブラックシープの 3.0 スタブで、この波どういう風にするかで、正直ね、一般サーファーさんがプレセボ乗るのがね、一番なんていうんかな、レビューになるんですよね。まあ、プロサーファーがね、かっこよくなったらこんなんできるなんて、もちろんそれはそれでいいんですけど、一般サーファーがどのぐらい乗れる、自分とね、比較したり、そういう感じでね、すごくいい感じに見れるんじゃないかなって思います。だからね、しっかりこれはね、見てほしいなと思いますね。軽いなぁ、張ってこい張ってこい張ってこい、張らない。あ、行った。あー、ね、前が崩れるけど、もうたるいとこでも、お、抜けてっか、お、抜けてった、お、ワンタン入れて、お、いいんじゃないですか、抜けたわ、やっぱり早い早い早い。結構暑かったのに、そっから入ってトップは崩れても抜けてくんですよね。その辺はね、やっぱスムースオペレーターで、あ、これ RNR ですね、プレセボのね、いいとこですよね。行くぞ、行きました。お、ワンタン、大きいターン入った。おいけるかーっと消えちゃうんだよね、多分ね、アウトで割れそうでも深くなっちゃうから波がね消えて、で最後ダブンとなる感じなんですよね。
地形で一回良くなったんですけど、またこんな感じに昨日ぐらいからなっちゃったな。あ、行ったぞ。緩いけどここでボトム入れるか、スピードつけてワンターン、いいんじゃないですか。ロングライドインサイドまでしっかり、これね、インサイドまでね行きやすいんですよね。ウェーブプールでもね、みんなあんまりインサイドまで行けない時でも、この板だとね、え、そこまで行けるのって浅いところまで行けちゃう。やっぱそこがねプラセボの良さなんじゃないかなと。お、上がってきたぞ。もう終わりなのかな。ピン変えるんですか。え、なんでそれは。めっちゃ調子いい。おー、そうそう、まずさっきのスプリットキール、はい、AM のこれはめっちゃ直進性すげえ、まっすぐピューンって走ってるから。なるほど、ね、ただ波はちっちゃすぎてね、フェースが短いから、より回転性のいいやつで楽しもうということですね。そうです、そうです。当初、まあ、トライ系でもいいと思うんですけど、ツインスタビのが軽く回せるんで、テールで動かせるから。なるほど。僕もね結構それやるんですよね。小波だったりスムースオペレーターの時も使うし、ツインサービそれ好きですよ。マークリチャード、あのスプリットキールフィンとさ、ツインサービと両方買うと波によって合わせれるよね。そう、やっぱいろいろフィンはあった方が遊び、ね、遊びなんで結局。これあの体重何キロですか。体重僕58ですね。だったらもうちょっと本当は小さいのがいいかもしれんけど、波によってはこのサイズでもね楽しめとるね。そうですね、身長は162センチなんで結構シックスフィートだとでかいんですけど、はい、だからやっぱ最初手こずりました、はい、だから長くなったんで、はい、けどやっぱこういう回らない波だったらそんなにパドルしなくていいんで、やっぱちょっとワンサイズ大きめは結構いいなと思います。なるほどね。2サイズぐらい大きいけど。なるほどね。あの数乗りたい人はちょっと大きめでもいいなって感じです、ね、マジでその通りです。じゃあちょっとそのあのツインサービで見せてください。行ってきます。あ、行きました。次はねあのツインサービで、どんな感じ。確かにね、僕もね思う、こう小さすぎるとツインサービの方がテール軽くなるので、あの乗りやすいでしょうね。ただサイズが張ってきたらね、スプリットキールフィンの方がドライブ効いてスピード出るのでね。あと僕 H4 フィンも使うんですけど、あと中間ぐらいの波だったら H4 フィンもねテールが軽い感じがして、スムースオペレーターみたいな長いあのミッドレングスにはね、僕あのテール軽くしたいので H4 フィンつけたり、グライドラの場合ね、あの結構このツインサービ使いますね。これ3個あるとね最高ですよね。 H4、スプリットキールフィン、あとツインサービね、これがあるとね最強じゃないでしょうか。あのクワッドのね板にいろいろ楽しめるなと思います。いけるのか。暑いけど行った。ツインサービです。これはおっと、やっぱ速いな。ターンが速いです。こうね動かしたい人はねツインサービの方がいいのかな。 でかいドライブでね大きいターンしたい人は、まあ、スプリットキールフィンだったり、クラシックに乗りたい人もスプリットキールフィンですよね。いけるか。暑いとこで立ったぞ。これもブラックシープ。あー、やはりな、若干の速さでねやっぱプレセボだとあれが抜けれるんですけどね。そこの波によって楽しむ板を変えるっていうのもいいですね。板を変えるプラスフィンも波によって変えたらば、さらに2乗3乗4乗の楽しさが出るっていう感じですね、変えることによって。おお、この波いけるか。行きましたね。おお、カットバックしてパーゾーン戻ってから大きいとこのヒット前にメイクしろ。あーっと惜しかった。でもよかったな。次嵐も行きます。ちょっとこれ張った波アクションできるか。崩れちゃった。いかん、泡から立ってこれで張ってくるとこ待つ。こういう乗り方もできるんですよね。で張ってきたね、前に大きいた。わーすげえなー、最高じゃないですか。こういうのはねプレセボしかできないですよね。で嵐も立ってきたぞ。で最後大きいとこで引いて、あっと、おお、板変えて嵐が RNR 乗りましたね。これも面白いな。次プロサーファーがねプレセボ乗ったらどうなるのか。やっぱりこの普通のショートボードでは結構乗れない波ですね、これは。それをね RNR 乗ったら、ガンガン乗れちゃったらもうプロでも板に頼るしかないってことじゃないですか。いやこれはねちょっと面白いぞ。あ、いけるか。
あーでもあんた、あーっと縦に上がったけどインサイド過ぎた。ちょっとコンディションがねかなり厳しくなっちゃったな。もうほぼ乗れない。インサイドシュアブレークみたいになっちゃってちょっとアクションできない。はい、お疲れ様です。さあ、というわけで本日はね、もうマジで、もう自分、マジ乗れんかったんですけど、僕の、もう何倍 ?20 倍ぐらい乗っとったな。そう、試合だったら負けてます。余裕負け、やばかった。後ろが見とってもそうだけど、軽く釣れたらしとったよな。ああ、めっちゃ動いてた。いや、やっぱりさ、こうやって考えると、プロでも乗れん波ってあるんだから、アマチュアだったら余計に板に頼る方がいいってことだね。一回最後これ交換したんですよ。ああ本も乗れませんでした。いや、そんぐらいボードが大事ってことですね。そう、あとフィンもやっぱり波によって変えると全然楽しそうだったじゃん。いや、楽しかった。これどうでしょう、マークリーチャージ最高。これ、うん、めっちゃ、うん、動きが軽く見えた。プレステボリこの発想はもうなかったんやけど良さそうやった。そう、良かった。やっぱあの波がそのフェースがあんまなかったんで、はい、ちょっとテールで動かす感じで、はい、テール踏んだら勝手に曲がってくれる。ちょっと楽にサーフィンって感じで道具で楽しましょう、はい、あとね、やっぱりテイクオフの位置がこのボードより全然違うからアクションが余分にできるし、あのスープ抜けれるんだよね。抜けれてます。そうで、嵐の板だと立つともうさ間に合わない。やっぱり板に頼るのが正解なのかなと思いましたね。水温が下がりすぎてマジで滑り倒した。あ、寒いらしいね。めっちゃ冷たかったんですよ。マジでジャーブルで正解だった。マジでロースプロで最初死ぬんだかと思った。じゃあもう何ワームぐらいのランドトロピカルでは無理ってことだね。ブーワックスとかサマークール、サマークールが一番いいか。いや、ビビった。マジで冷たすぎて、まあ慣れるんですけどって感じで、まあ、今日はね、ハルボーにR&R 乗ってもらって、でもやっぱサーフィン好きはねこうやってフィンも変えるんですよね。そうだから、その辺もね勉強になりました、はい、板変えるプラスフィン変えるで本当に2倍3倍2乗3乗に楽しくなりますね。そういうことによってでも映えるわけです。はい。あのプロですから、はい、クワッドとこのツインスタビー乗り換えてみてっていう感じでね、ハルボードからのレビューでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。来ましたね。今ね、撮影中なんですよ。邪魔しんでもらえる？忙しい。忙しい今、ハリウッドの撮影。今日は何の撮影ですか？ハリウッド。今日は何の撮影ですか？ハリウッド、トム・クルーズと共演。今日は何の撮影ですか？じゃあ、何回聞くの？トム・クルーズとブラックピンク来るんだけど。今日は何の撮影？あれ？どうなってんの？言ってんのにさっきから。トム・クルーズとブラックピンク来るんですよ。007の撮影。そういうの簡単に所属権引っかかるよ。え、そうなんだ、はい、え、逮捕される可能性ある？もう向かってます、警察が、はい、うわ、じゃあもういくらで消してもらえる？25。高いわ、はい、今日は何の日ですか？本当にサーフィンライフの撮影でね。今回息子なしですからね。そう、びっくりよ。結構何ページか出るみたいで、はい、いい感じの撮影になります。親子編とかじゃなくて大人編やから。そう、それおもろいよね、うん、プロサーファーとかいらんみたい。いらんのや、うん、心配になるわ。そう、心配になるね。 あんま良くないですね。あんまり良くない、はい、まあでもそんな感じで今日はね、はい、でも撮影舞台もね、はい、こんな感じでもういるんですけど、何月号の発売、何月の発売ですか？8月8日の9月号発売やって、はい、8月8日にね発売ってことで、皆さん1冊っていうか10冊ずつ買ってくれたらね、ま、AKB みたいになんかくじが当たるとかあるかもしれない。詐欺商法みたいな。そんなんないから。これ捕まる。また捕まらん。もう向かってますよ。ああ、まただよ。はい、2万で買った。じゃあ1万5000円でちょっとお願いします。昼飯で値引きしやんだり。ちょっとはやっぱりさ、値切らんと。これは何すか？サーフィン撮影するんすか？そうです、撮影しとるとこを撮影するんじゃないですか。あ、でもやっぱ大人レベルになるとサーフィンの撮影はないんすね。そう、もうあのしょぼいから。あ、俺のサーフィン、うん、俺のサーフィンもちょっといいんかな。じゃあ着替えるわ。それ言ってませんって言われる。着替えとったらいらんで。違います。5時間ぐらいかかるんちゃう？違う、1本乗るのに、うん、それもやばい。みんな帰っちゃうよな。まあ、マジで8月8日か、はい、楽しみにしとってください。そう、そうですね。
ぜひ。ちょっとあとは撮影してる風景チラッと撮ります。そんな感じで。いいっすね。はい、完璧です。ありがとうございます。あとの前から行きましょう。そのまま少し左に行って車内がちょっと見えたら、あ、 OK です。ケーバンライフさん来ました。今日はねクイックデリバリーちょっとねメンテナンスというかオイル足してもらおうと思って来ました。そんな感じで、ね、在庫もいっぱいあるし、こういう感じでねオイル足してもらったりオイル交換のアドバイスだったりね、買ってからもねこういうアフターがしっかりしてるので安心だと思います。お任せください。またこれねここラプターした面白い軽バン、ここでね買ったやつらしいんだけど、お客さんもねいろいろ点検だったり遊びに来たりねアドバイスもらったりいろいろ車売ってますよ。この車も面白いですよね。軽トラ、軽トラだったり軽バンだったらここはもうほんと強いので、これねかっこいい、試乗もできるんだってこれ。なんかゴルフもありますね。ちょっとこっち見に行きましょうか。まあ、こんな感じでねこうやって、これもラプターにしてあって、軽バン22万安っ、14万9000走ってるんだけど、別に全然サーフィンに使う場合はいいです。おお、これ、売約また売れてますね。軽トラ。すごい感じでね、こうやって軽トラと軽バンが興味ある人、あとサーファーでね、ちょい乗りの方はね、こういう車でいいですよね。20何万だったら、サーフィン用に車検通すぐらいの値段ですから、車検切れたらね、こういう車にしたらどうかなと。もう今日はね、ちょっと僕クイックデリバリー点検させてもらって、で、僕のね、売った車もそこにピカピカになって、消費用込みで100万円で売って、これをまたね内装カスタムしてもう売れちゃったみたい、即売れたみたいですね。綺麗にしてね安心できるから、ここのお店は最高ですね。ありがとうございました。整備してもらって、こういうちょい整備でも見てくれるってことですよね。もちろんでございます。どんな相談でもね、車、はい、軽バンとか軽トラックとか、まあ何でもなんですけど、この車をね僕あのドトンウェーブ号すぐ売れたみたいで、すぐ売れましたね。でも良心的だよね、こう見込みでいろいろやって100万円だったらほぼ儲からんじゃないですか。いやいや、とんでもないです。またあの中のカスタムとかナビの交換とかいろんな追加のカスタムをいただきまして。なるほどね、はい、それもあのお客様喜んでいただける価格でやらせていただきました。いや、それはぜひね、あの軽バン、軽トラックは得意中の得意で、他のこともできるということでね、ぜひ皆さん、はい、来てほしいなと思います。じゃあ今日も僕ありがとうございました。ありがとうございました。おお、これね、あのちょっと爪が引っかかった感じあったから、オトンウェーブステッカー、これリペアテープになるんですよ。アルミでできて、これいいですね、優れ物。これいいでしょ。これだとリペアした感じが出ないからめっちゃ、これまだね好評発売中で、声かけてくださいって感じで。自分もあのオトンから月10万以上でノーズ貼ります。はい、10万以上お小遣いでノーズにオトンウェーブ貼りますよ。悪いけどちょっと一言言って。何？ 10万の何倍も金僕は使ってます、スモンサー。そうでしょ、何千万単位。はい、これを15年ぐらいやってます。ハルボは知ってますけど一番知ってますよね。もうね、ランプも作って、ね、はい、そう、大変なんだから。そうでした、そう、大変なんです。感謝。はい、はい、で、こういう感じでね、ぜひこれ、じゃあ行きましょう。行きましょう。